はいどうも、白滝です。ただいまの撮影時刻が3月25日金曜日になりまして、ガチャ更新がありました。登場したガチャが下のバナーに書かれているんですけれども、ヒートアップスカウト S ランク選手の登場確率が2倍と書かれています。これ無課金美課金税は引くべきなのか、そしてこの2倍は本当に2倍なのか検証していこうかなと。で、動画の後半戦では、対決側に割る、オーバーランしたということで、途中報告、どういったね、結果だったのか、それもね、解説していこうかなと思います。ということで、お知らせの方を見ていきましょう。お知らせの方に来まして、S ランク登場確率2倍、ヒートアップスカウト開催中、こういったガチャが3月25日金曜日に登場しました。で、内容は10人中1人が A ランク以上確定の内容になっています。今現在登場しているプレミアムスカウト、常設されているガチャになるんですけれども、あれは A ランク以上確定ではありません。最後の10連目で自チーム選手を確定になっているんですけれども、A ランク以上確定はなく、こちらのガチャは一応 A ランク以上確定になっています。で、開催期間としては2022年3月30日水曜日の14時59分まで開催されています。今回ヒートアップスカウトが登場したんですけれども、無課金美課金税はこのガチャを引くべきなのか、これはスルーになります。このガチャにエナジーを使うのであれば、今後ドリームキャラバンというイベントが登場します。その後はエキサイティングプレイヤーという、自チーム確定枠があるガチャが登場するので、そちらにエナジーを割っていってください。ドリームキャラバンは周回すればするほど、S ランク確率 30% 契約書、B ランク契約書、A ランク契約書を大量に獲得できる神イベントになっているので、このガチに使うのであれば、そのドリームキャラバン神イベントにエナジーを使っていってください。はい、ということでヒートアップスカウトが今回登場したということで、S ランク選手登場確率が2倍、本当に2倍なのか検証していこうかなと思います。いやー、久しぶりやね。ヒートアップスカウトはね、年に3回かな、3回、登場する、ガチャになっていまして、あんまりそのなんやろ、2枚抜き、3枚抜き、4枚抜きしたっていう、画像は見ないんですけれども、本当に2倍なのか、いきましょう。狙いは、セリーグ陣、セリーグの選手が誰かしら当たればいい。で、谷本さんか、伊藤選手、この2人。本当に2倍なのか。お、西選手。A ランクの確率は上がっていません。谷本選手の S ランクが当たってくれれば、中継ぎ枠として入れることができるんで、小林さん、あ、そうや。今日、確か菅野さんかな、開幕投手、菅小葉コンビ、福田選手。菅小葉コンビ来ますよ。ということで、2回目行きましょう。本当に2倍なのか。だから30連で1人当たれば、いいんじゃないのかなと。ピッチャー、調子くん。いきなり当たった。いきなり当たりました。2倍、力を発揮してるんじゃないですか。いやでもね、これをね、見ると無課金税もね、引きたくなるんですよ。S ランク20連目で来ましたね。確率2倍は、プレミアムスカウト引くよりとは、かなりいいガチにはなっているんですけれども、誰が来るのか。オスナ選手は持ってないな、オスナ選手。田口選手が欲しかった。あ、でも S ランク出ましたね。早くも。ラスト、今永選手。オスナ選手はセリーグ陣で、この後多分ね、出ると思うんで、A ランクは。育成しておきます。3回目いきましょう。3回目も出たらかなりいい。お、月は出てます。さあ行きましょう。え？やばない？これ、神ガチャではないですか。でもこれ本当に多分ね、自分も無課金時代、他の方の動画見てたけど、見たらね、引きたくなるんですよ。え？マスオさん出てしまいました、今。え？すげえ。2倍の力ですよ、これが。これが2倍の力。さあ、どこで出るのか。S ランク。山田選手、被ってないんで。オッケー。 S ランク出ますね。佐野選手、狙いの選手は引けてないんですけれども、引けないが、じゃもう1回言っていいですか。3回、4回目来るかな、どうなんやろ。来ないかな。
あ、月は来ていない。じゃあ、調子くん。まあ、そうだよね。2回目、投入3回目までが多分一番良かったのかな。手際やったね。ここから S ランクは出ない。あ、でも、ノーインスから S ランク、森浦選手も結構集まってるんで、ちょっとね、育成しておきます。最後、ラスト、50、引きますか、50。お、マシャタカさん。戸郷選手も OK。ラスト引きますか、ラスト。50で、いい締めなんで。ラストいきます。最後、ラスト。お、月は一応出てます。じゃあ、調子くん。金、一応金。まあ、月からの、まあ、プレミアムスカウト引くよりかは、まだ、いい方じゃないですか。なんでない。あ、ここが引き際かな。3回目がやっぱり、すごかったね。お、鍵谷選手。鍵谷選手の、ね、超大ピン、超大か、超大ピンって聞くんで、イントネーションおかしい。OK。あ、50連で、その育成の選手かな。B ラング特訓素材も集まったんで。まあ、狙いの選手はちょっと引けなかったんですけれども、オスナ選手の A ランク次第では、まあ、入ってくるかな。同値にする方もできるんで。S ランクは出たんですけれども、まあ、狙いの選手は引けず。無課金、美課金じゃ基本ね、これはスルーしてください。ということで、イベントの方ちょっと途中経過見ていきましょう。イベント画面に来まして、今現在の LEK 対決ポイントを見てください。326,589。ランダムボックス的には、結構走ったんですけれども、報酬のランダムボックス、こちら、イベント限定 B ランク契約書、B ランク自チーム契約書、A ランク契約書、A ランク自チーム契約書と、まあ、いろんな報酬があるんですけれども、未だに A ランク自チーム契約書は登場していません。まあ、一郎さんが登場したんで、なんか確率を操作してるのか、まあ、これが普通なのか、ちょっとわからないんですけれども、まだ未だに自チーム A ランク契約書出ていません。こちらプレゼント画面。プレゼントの方で確かに履歴が見れたはず、履歴。こちら見てください。A ランク契約書ルーキー、322,000ポイントで獲得できたんですけれども、それ以降、それ以前、全くもって自チーム A ランク契約書出ません。いや、どうなんやろ。今回ね、コメント欄でもあったんですけれども、まあ、あまり出ないという、まあ、以前よりかは、まあ、出ないというコメントもたくさんあったので、どうなんでしょうね、これは。まあ、一応235,000で A ランクのルーキー契約書、ランダムになります。で、B ランクはね、結構出てるんですよ。B ランクは出てるんですけれども、まだ A ランク出ていません、自チーム A ランク。いや、これはね、無課金、美課金勢は、まあ、走る価値はあるんですけれども、まあ、あまりにもね、出ないということで、まあ、無理する必要はありません。まあ、エナジーに余裕がある方は、まあ、少しばかり、走ってもらって、まあ、その、ドラ1ルーキーかな、ドラ1ルーキーの自チーム A ラン契約書、獲得してほしいんですけれども、まあ、無理する必要はありません。まあ、これを見るとね、まあ、走りたいとはね、思わないんですけれども、まあ、この後、中継ぎイベントで、まあ、ドラ1のね、自チーム A ラン契約書は獲得できると思うので、まあ、そこで、極みにすることができます。まあ、このイベントで、自チーム A ラン契約書は4枚。で、次のイベントで、まあ、1枚ね、自チーム A ラン契約書はもらうことができるので、まあ、別に取らなくても、一応ね、極みにすることはできます。はい、ということで、3月25日金曜日にガチャ更新がありました。まあ、ヒートアップスカート、無課金、美課金税は引くべきなのか、まあ、本当に2倍は、2倍なのか、検証していきました。まあ、この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録、そして高評価、よろしくお願いします。まあ、最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。